おはようございます。なおちんこと井上直美です。今回はですね、神奈川県松葉の瀬戸丸さんにお世話になってイサキ釣りにチャレンジしたいと思います。イサキといえばもう旬ですよ。そして剣崎イサキ、ブランドイサキでございます。もうなんか想像するだけで今からよだれが出てきますけれど、そんな感じで今回の相棒、こちらの FT シリーズの竿を使って美味しいイサキをたくさん釣りたいと思います。それでは行ってきます。まずは、タックルと仕掛けの説明をしたいと思います。まずはタックル、竿の方ですね。アルファタックルのライトゲーム FT64195M というライトゲームロッドを使います。そしてリールの方が小型のベイトリールですね。テールウォークの、バサル VT73L というものを使います。で、リチートが1号ついてます。だいたいこちら剣崎のイサキだったら1号から2号が目安ですね。で、その先に天秤がついて、で、天秤の下にこちらビシついてますね。で、天秤の下にはこちらクッションゴムついてます。で、クッションゴムの下は、仕掛けですね。今回は瀬戸丸さんで、購入しました。こちらウィリー仕掛けの4本の針がついてます。で、ウィリーってこういう感じのギジエサみたいのがついているので、こちらだと餌がいらないタイプになりますね。では、この仕掛けでやっていきたいと思います。では、早速投入していきたいと思います。まずは仕掛けを落として、花が18から16ということなんで、18m までまずは落としていきます。で、着底したらシュッとスピーディーにしゃくる。で、少し待って巻く、少し待って巻く、スピーディーにしゃくって、少し待って 2,3 秒ですね、巻く、しゃくって少し待って巻く。まあ、基本的には誘い方はこんな感じです。で、16m まで来たら、また当たりがなければ同じく 18m まで落とします。はちょっと説明でゆっくりの誘いをしたんですけど、ちょっと今当たったから、もしかしたらちょっと早い感じがいいかもしれないです。あ、来た来た、来ました来ました。そしたらゆっくり巻いて、まあ、お祈りするかな、お祈りするようにちょっとゆっくり巻いて、また鳴き切ったらもう早く巻いて。来た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 。で、ビシを置いて、あ、かわいい。かわいいですね。まずは1匹目、かわいいイサキ来ました。本命、かわいい。こんな感じですね。楽しいです。なんか早い方がいい感じだったんだよな、さっき。来た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 。来たんで、ゆっくり巻いて、お祈りお祈り、祈り。なんか入れ食いですね。楽しい。
ビシシャ。あ、かわいい。あ、また違う魚だ。なんとタカベが釣れました。タカベは高級魚なんですよ。ちょっと変なところに引っかかってるけど、タカベが来た。これは嬉しいゲストですね。やった。お、来た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 。お祈りするかな、ゆっくり。イサキは横に下に走っていくので、その走った感じを利用してトマセをゆっくり巻く感じですね。よし。わあ、なかなかいい引きが気持ちいい。よいしょ。よし。よしよしよし。おお、かわいい。わーい。した。レンちゃんですね。楽しいです。おお、わあ、今ズドンってきましたね。待った方がいいのかな、もしかしたら。おお、来た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 。あ、これはさっきよりちょっと重みを感じますよ。なんだろう、大きいお魚か。点掛けできたかな。あ、いっぱいいる。あ、いっぱいはいないけど2匹います。2匹。わ、ダブル来た。よいしょよいしょ。お、やったー、ダブル。いますね。今待ったら来たんで、結構待ちの時間長くした方がもしかしたらね、今の時間はいいのかもしれないです。やったよいしょ、行ってきてください。あ、釣れると楽しいですね。結構コンスタントに釣れるからすごく幸せ。ウィリーだからなんか餌がついてないので、ちょっと騙さなきゃいけないので、ウィリー仕掛けで難しいですね。あんまり止めすぎもあんま良くないような気もしますけど、でも今日はなんか結構ステー長めの方が食ってくるような感じ。ハンドルはやっぱピンポイントで、棚2メーターしかないんで、ちょっと4分の1回転ずつぐらい巻いてます。でドラグ調整なんですが、そんなにキツキツじゃなくて、やっぱ大きいマダイとかもかかっちゃうかもしれないらしいので、まあちょっと出るぐらい。ドラグのセッティングはちょいゆるでしてますね。で、しゃくった時に出ちゃう時があるので、しゃくる時はここをサミングして押さえながらしゃくってます。お、元気元気です。よし、やっぱ棚は上の方ですね。よいしょ。なかなか縦掛け難しいけど、なんかちょっとずつ大きくなっているような。イエーイ。わー、かわいい北枕が釣れました。北枕ちゃん、こんにちは。あなたかわいいね、手がね、ちっちゃくてね。こんなゲストもいますね。
やりましたー、いいサイズ。あ、これはいい、これ絶対美味しいですね。嬉しい。あとは他店掛けですね。なんか美味しい時間帯がもう一回来るといいんですが、数も結構もう20ぐらいは行きましたかね。で、高部が3匹釣れてます。楽しいですね。そんなになんかあの釣り方難しくないからね、誰にでもできると思うし、イサキってやっぱ美味しいので、この釣りはもう皆さんにぜひやってほしいです。久々のダブル来ました。楽しい、イサキ最高。大きいのかな、二点掛けかな。お、なんだ、どっちだ。一匹か。おおおお、まあまあいいサイズ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあいいサイズ、ありがとうございます。やったー、はい、いいサイズ釣れました。これはいいサイズ、やったー。いや、潮が全然ね、なんかもう行っちゃってて、今すごい釣りづらい状況で、多分2時間ぐらい何にも当たりなかったんですけれど、で、隣の人が 18m で当たるよって教えてくれて来ました。嬉しい。では今回私が使った竿がこちらです。アルファアタックルのライトゲーム FT64195M という竿になっています。こちらライトゲームの竿ということで、今回のイサキをはじめマダイやヒラメなど様々な、ライトゲームに使える竿となっています。またこちら64調子の竿なんですが、コマセ釣りの際に海中の針が安定しやすく、違和感少なく魚に口を使わせることが可能なオートマチック性能を目的とする64調子の竿となっています。はい、では今回イサキを調理してくださいますのがこちら、神田錦町にあります魚料理と酒味付けさんにお世話になりたいと思います。では早速行ってきます。はい、ということで早速作っていただきました。実はですね、このお店の店主さんが西伊豆出身ということで、普段は西伊豆の食材を使ってあのお酒と合うお料理を提供しているということなんですが、今回はイタリアン風で作っていただきました。では早速食べてみたいと思います。ではまずはこちらの炙りイサキのカルパッチョから食べてみたいと思います。こちらオリーブオイルと塩でしか味付けしていないということで、どうなんでしょうか。イサキっていうと私すごい和食しか作ったことがないので、イタリアンってなんかすごい新鮮です。あ、美味しそう。皮目が炙ってあるのですごく香ばしいし、やっぱ釣りたて、さっき釣ったばっかなのですごい身がプリプリで引き締まって美味しいですね。イサキ自体甘みがあるのですごくこれはいい。いただきます。美味しい。続きましてこちら、香草パン粉焼きです。もう見た目からして美味しそうですね。ではいただきたいと思います。じゃあこちらをかぼすかな、絞って
わー、チーズもたっぷり。これ絶対間違いないやつですよね。あー、パリパリです。やばい、美味しそう。で、このソースにつけて、やばい、もうよだれが垂れてきました。いただきます。これもう1000点満点です。めちゃめちゃ美味しい。なんか身はふっくらすごいしてるんです。この香草のパン粉焼きのサクサク感ととっても合います。めちゃめちゃ美味しい。これ後でちょっと亭主さんに作り方聞こう、モテたいから。ありがとう、イサキ。イサキありがとう、本当に。美味しいです。ありがとうございます。ではこちら、イサキの白ワイン蒸しです。綺麗ですね、もう。では早速食べてみたいと思います。さっき釣ったばっかのこんな柔らかいんですか？うわ、すごい。すごいですね。何これ。うわー。なにこれ、めちゃ美味しい。やっぱ香草って合いますね。なんかイサキってほんと塩焼きぐらいしか、私か刺身か、本当に和食のイメージしかなかったんですけど、香草と合う。このソースも美味しい。なんだろう、なんかさっぱり。うん、うまい。作り方モテたいんで聞きたいと思います。ぜひ皆さん、今回使った FT シリーズのライトゲーム、とっても使いやすいサウナで、皆さんぜひ使ってみてください。それでは私は後半も食べたいと思います。バイバーイ。